ああいいですね。着替えてますね。何ですか。なんかグッズないですか。グッズ。あ、また始まった。グッズ。また突然始まる企画。もう企画性なしのあのグッズ、グッズ探すやつ。グッズ。あ、わあ、これは新しいカラーの。これは新しいカラー。トレグラ。うん、トレグラ出ましたよ。まあアディダスでね、はいはい、揃えて。まあこれあのケツから体幹からビシッと。来てるやつね。うん、来てるやつ。パフォーマージャパンの。うん、パフォーベタージャパン。俺の友達が、ええ、うん、あのジムやってるから。はいはいはい。うん、こういうトレーニングしながらこうやってやってるわけだよ。アップがてら。そう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 、やってる。こっちなんか新しいの。あじゃあ。これあの CWX のあのお、アンダーシャツというかここに入ってるでしょ。ニッチローさん着てるやつやん。いやいや、ニッチローさんじゃなくてイチローさんな。そっち先来るなよ。これ CWX 下もそうだよ。え、なんかスタイリッシュじゃないですか、うん、これあのスラッパー、これまさにイチローさんが着用してたと言われているものです、ね、これ薄っぺらくないですか。これ全部のところからこう内線をこうサポートして、はいはいはい、でさらにはこう外側もしっかりとねサポートしてくれるっていう。俺の血そんなに見せていいのか分かんないけど、汚い血だな。お前には負けるって。、うん、破れたりしないですか、スライディング。いや、それ破れないよ、やっぱり。そうすか。スライディングにも技術あるから。あ、なるほど、うん、やっぱりそう、破れるようじゃやっぱりダメ。あ、そうですか、うん、破れるようじゃやっぱりダメだ。そうすか、うん、破れないスライディングあるんですね。あるある、やっぱ滑らかにスッとね。あ、そうですか、うん、やっぱこういったらやっぱ滑る。やっぱ地球は強いから、はいはい、地球にこう寄り添うような形で。何これ、特徴的で。サポーター入ってんじゃん。そう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 、あのクッとね、こう肩甲骨が仕事上さ、こうっていうかこう猫背になりがちなんだけど、はい、それをこう着用するとこうクッとね肩甲骨サポートされてんじゃん。正してくれるから、へ、バランスが良くなる感じがするよね、やっぱね。脇からこう、うん、姿勢良くなりそうですね、なんかね、うん、だからこういうところからやっぱりあのパフォーマンス上げていかないとやっぱ厳しい。頼って今大丈夫です。パフォーマンス今大丈夫です。またいやいい動きしてましたね。いや今日もハッスルしたね。やっぱりあそこの勝負のさばき、ええ、いい合わせしてました。そうですそうです。やっぱりまたいいギアを使ってるんでしょ。いや、あのギア使ってないとあの動きはないです。いや、もちろん軟式デビューしました。あ、これが、この前紐抜いたやつね、軟式デビューしました。使い勝手いいですね。非常に今日も勝負さばきましたから。あ、そうです、はい、非常に良かったですよ、ね、デサントの校内ベルト、おー、でこれ新校の辺のやつで、これあの高校野球対応のやつに、まあ、紐アモ、はいはい、もうゴールドのやつにして、ちょっとあの派手さ出して、はい、ちょっと使ってみたら、まあ、いいフィット感ではありました。これ実際どうですか、ベルトは。あのここのね、足の甲がねビタッと押さえられて、このかかとと、うん、この甲のトップの部分あるじゃん、はいはい、そことかかとのとこがめっちゃフィットするから、余計な動きやっぱないっていうのは一番良かったね。すごい気になったけど、まあ、白でね、あの、行くっていう。紐変えたら結構、あ、全然違うと思う。いいですね、見栄え変わると思うわ。フィット感最高っす、うん、CWX。 あ、またこれ前と違くないですか。新たなトレンドを取り入れていくっていう、ね、これは何ですか、こうおしゃれウェア。首元にまたなんか新たなウェア。あ、そうそうそう、またギアがついてる。あ、もちろん CWX。 うん、このシームレスっていうんだっけ、このあ、襟元ね、うん、はいはいはい、はい、すごく負担がなくて、背中はもちろんこういう感じで、あ、強制されてる、やっぱこれがあったから、やっぱりインコースを1、2塁かさばいたで、うんうん、これで、ね、セットで買ったの、上と下で。またちょっと失礼します。あれ、これも履かないんですか。やっぱ、いや、履かないよ、履かないよ。今日もしっかりスライディングしたけど破けてないでしょ。あ、本当だ。あのね、CWX、あの、本気出したなって思った。え、今までのやつはちょっと分厚さを感じたわけよ。すごい薄いの。確かにこの薄さはすっごい薄いんだよ、これ全部が。裸みたいなもんじゃん、もう。そう、いや裸です。だから着てても圧迫感がないというか、無駄に生地の圧迫感、ストレスもない、うん、サポートしてくれるとこだけサポートして、あとはもうストレスなく着れるっていう、やっぱこれがあるから、こうパフォーマンス先、やっぱ商売も上で取るっていう、うん。
当たらたさえ脇汗が滲んでますね。あ、そうそうそう、いや、ちゃうわこれ違うから脇汗滲んでんじゃないの。滲んで、あ、ほんとだ、頑張ってしょうか。恥ずかしい。36歳脇地見つけて頑張ってます。これから暑い時期、皮膚をさらさないことが熱中症対策の一つでもあるから、うん、こういう薄手のものを使って、うん、やっていこうっていうね、そういったことかな。はい、うん、ありがとうございます。突然いつも始まるね。続き言ってくれる、どんどん全部準備してくるから。毎週、あ、じゃあ毎週撮りましょう。いやいや、毎週何かしらギアを。それはしつこい。お願いします。アッパレショップニューアイテムのお知らせ。春先にベストな着心地、おしゃれカモフラロゴのパーカー、野球やるときどうぞ。続いて色違いのブラックパーカーにやっちゃいました。目立ちまくりのカモフラフラットキャップ。野球も上手くなる気がします。デッドボールも増える。極めつけはこれ、カモフラキャップ、センス爆発。ジャングルでは隠れますが、グランドでは目立ちまくり。派手派手だ。概要欄にリンク貼っときますので見てみてください。